呪われた少女の物語。あれは100年以上も昔、フェアリーテイル創設の少し前、マグノリアの西の森、私たちは偶然出会ったのです。彼はアンクセラムの呪いに苦しんでいました。6年後、696年、あっ、私は偶然にも彼との再会を果たします。メイビス、いつかの黒魔導士さん、わーい。待って、覚えているよね、僕の呪いの話。もちろん。だったら、あの時あなたのおかげで勝利できました。あなたのおかげで友を救えたのですよ。ゼレフ？あの黒魔導士ゼレフ？あなたが？だから名前は言いたくなかったんだ。300年も生きてるっていう、あの？まあ、それくらい経つのかな。全然噂とは違いますね。悪い噂かい？それなら大体噂通りだよ。そんなはずありません。え？あなたはとても優しい目をしています。私は噂なんて信じません。君は純粋すぎるんだよ。あ、そういえばユーリ覚えてます？今度子供が生まれるんですよ。あの少年が父親に？あれからもう10年ですからね。君はあの頃のまま変わってないんだね。あ、この体。はい、そうですね。10年前に未完成の黒魔法を使った代償です。でも後悔はしていません。友を助けるためだったから。どうを使ったのかい？あ、ああ、何ですか、いきなり。ゼレフ？成長が止まってるんじゃない。僕と同じ不老不死になっているんだよ。え？命の選別をしたのか、自分の裁量で。アンクセラムの呪いだ。人の命を尊く思えば思うほど、人の命を。そんなことありません。私の周りでは人は死んでいかない。今はそうかもしれない。そうか、少し前に戦争があったね。そんな、私は真の意味で命の尊さを知らないんだよ。その尊さを知った時、君の周りの命は消えてゆく。なんでそんなひどいこと言うんですか？それが事実だからだよ。私、あなたのこと。噂通りの男だと理解してくれたかい？やはり君には素質があったんだよ。僕と共に歩く素質がね。探したよ、メイビス。ゼレフ。辛そうだね。もう半年ほど食事をしてません。でも死ねないんです。それがアンクセラムの呪い。たとえ首を切り落としても死ぬことはない。
お願いします。私を殺してください。僕には不可能だよ。そして君にも僕は殺せない。僕も初めはそうだった。いや、今でも死ねたら楽だとは思っているよ。だけど少しだけ考え方を変えてみるんだ。僕たちには無限の時間がある。僕はエーテリアスという魔物を作り出した。今は国を作っている。国？ここではない大陸でね、人を動かし領土を広げていく。意外と楽しいんだよ。そこでは僕は皇帝なんだ。人は皆ユニット。そう、ただの駒だから。アンクスラムの呪いも反応しない。まるでシミュレーションゲームさ。何のために？戦いに備えてかな。誤解しないでほしいんだけど、僕は争いなんて好きじゃない。むしろ醜いと思っている。今やってる国づくりも醜いだけの領土の拡大。楽しくなんかないよ。え？さっき意外と楽しいって。あれ、そうだったかな。自分の思考さえも矛盾していくの？そのために僕は生きるんだ。死ぬために生きる。弟に会いたい。いや、壊したい。いや、僕を壊してくれ。あれ、なんか頭が痛いな。ゼレフ、世界が僕を拒み続けるんだ。世界が。私は拒まない。あなたを受け入れます。あなたの気持ちが分かるのは私しかいない。諦めないで。呪いを解く方法はきっと見つかる。一緒に見つけましょう。一緒に。はい。メイビス。こんなに人に優しくされたのは初めてで。いいえ、忘れてるだけです。きっとこんなに人を愛しく思ったのも。魔導の深淵、すべての始まり。それは一なる魔法、愛。愛は奇跡を起こし、時に悲しみを引き起こす。矛盾の呪いをかけられた二人の愛は、最後の矛盾を突きつけられる。愛すれば愛するほどに、命を奪うその呪いは、不老不死であるはずの私の命を奪っていった。